シナのゴールドは長野県果樹試験場が1983年に荒廃したゴールデンデリシャスと千秋の組み合わせから選抜育成したリンゴであり1999年に品種登録された外観が鮮やかな黄色をしている秋葉へシナのスイートと共に長野県のオリジナルリンゴのリンゴ三兄弟のうちの一つ酸味と甘みが調和した濃厚な味であり 果肉がシャキシャキしていること、また外観が鮮やかな黄色であることが特徴となる。また貯蔵性に優れており、普通冷蔵貯蔵でも3ヶ月程度は鮮度を保持できる。シナのゴールドは、1983年にゴールデンデリシャスに千秋を交配し、翌年その中から495個体を育成した。百八十六年、それらの育成個体を定職して、選抜を開始。 1995年に育成を完了し、1996年3月に農林水産省に品種登録を申請。3年後の1999年8月11日にシナのゴールドとして品種登録が認められた。イタリアにおける南チロルの12007年、長野県はイタリア南チロルの生産者団体ボグト 6P の2団体と、 品種シナノゴールドに関する利用許諾契約を締結し、現地でのシナノゴールドの試験栽培がスタートした。2011年に試験栽培の状況を確認した結果、果実の外観が綺麗で、品質、貯蔵性に優れ、食感とジューシーさに関し大変素晴らしいとの評価を消費者から得たことから、2014年に商業栽培段階へと移行した。その後、 2016年品種シナノゴールド及び商標に関するライセンス契約を締結した。巨諾商標はイエローとハローからなる造語であるイエローとし黄色が持つ明るく楽しいイメージを連想させ20代から30代の若者世代をターゲットとしている。商品名のシナノゴールドは販売時に放送容器等に記載される。 2019年には EU 内に限られていた商業栽培が南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリア、チリ、アメリカの広範囲で可能になった。販売地域も約90カ国に増え、南半球での栽培が開始されることにより年間、通じての流通が可能になった。ありがとうございます。